昭金伝宮見取り図昭金伝宮は、アスカ時代の水庫町及び、奈良時代の純人町、聖徳町の宮殿、小春田宮ともかく、近年の発掘調査から奈良県飛鳥村の雷宮周辺にあった可能性が高くなっている。日本初期によると603年、豊浦宮で即位した水庫女帝は、新宮として、 小根伝宮を造営しここに今日移したという。国家権力の中心地として築造し、遷愚したと考えられる。第1回建髄史に政治が未開状態だと随分帝に改革を訓練された失敗から政治改革を実現し、その後に第2回建髄史とそれによる随史の来訪と艦隊を意識した宮の心臓だと指摘されている。 その後女帝が崩御するまでの間に、蘇我氏、聖徳大使らを中心として、603年、第2回遣隋使派遣などの重要施策がこの宮で行われた。日本初期の記述からこの宮の構造は、南に南門を構えその北に初代部の金する、長が並ぶ、朝庭が広がり、そのさらに北の大門を入ると、女帝の住む、 大殿が営まれていたことが推定される。これは、広大の宮城において、長道院と大局殿及び代理に発展するものの、原型と思われる。608年水戸16年随陽大直視、廃生成を迎えて、朝庭で、随国書の先読と国書と、国新物の新常儀式が行われた。数日後に、宮で随史共演が開催された。 商魂連宮の所在地については、奈良県高市郡飛鳥村豊浦に、小宮という庄子名があることから、以前より有力地とされていた。1970年に第一次調査、1973年に第二次調査が行われた。その発掘調査では、宮殿跡は見つからなかったが、7世紀初頭の掘立柱建物群、 庭園大溝などの遺構が見つかった。その後、純人、小徳町の小春多愚が発見され、さらに1986年6月に、雷急南麓の雷内畑遺跡で、6世紀末から7世紀、初めの園地と石符の一部分が発見され、これが、水湖町の小根田宮の否定候補地として、注目されるようになり、この遺跡を、 小根伝宮推定地と呼ぶことが少なくない。雷宮東方遺跡出土、小春田宮牧署名土器飛鳥村埋蔵文化財、展示室展示。純人、聖徳町にあっては、両天皇の暗宮として営まれた。760年に、純人天皇は、張馬国など4カ国の星を、小春田宮に蓄えさせ、道宮への行行が実施された。天皇は、 翌年1月に平城宮に戻るものの、代理には入らず、竹部造司を御在所とした上、同年秋には、ラ宮に再度行行していることから、当時実施されていた平城宮の改築工事と関連していると考えられている。水古町の小根伝宮との関係は、はっきりしないが、1987年7月、 藤原家の南東端に近い雷宮東南の雷宮東方遺跡三次発掘で小春太宮と記す牧書土器破片が多数出土した。これは奈良時代の順人町に関わる牧書で、この付近に小春太の地名があり、天平年間末年から平安時代初期頃までにかけての小春太宮があったことがかなり有力になってきている。ありがとうございます。